第414回7月19日月曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書ローマの信徒への手紙13章14節。主イエス・キリストを身にまといなさい。欲望を満足させようとして肉に心を用いてはなりません。キリストを信じることは主イエス・キリストを身にまとう、身につけて歩む人生を意味します。ガラテヤの信徒への手紙3章27節。バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。身につけるとはしっかりと結び合わすことです。私たちはキリストを信じて神に結ばれたものとして神と共にある恵みの人生を約束されています。だからこそ欲望を満足させようとして肉に心を用いてはならないのです。ペトロの手紙1:2-11節。愛する人たち、あなた方に勧めます。いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。いつもキリストを身にまとい、肉の欲を退けて歩みたいと思います。共に祈りましょう。今週の祈り。1、キリストにある品位を身につけることができますように。2、感染者が癒され、コロナが収束しますように。3、仕事や生活の困難を覚えている人々が支えられますように。神様、私たちをキリストによって救いに導いてくださり感謝をいたします。救いの恵みの中で主イエス・キリストを身にまといなさいと進めてくださりありがとうございます。どうぞあなたの御心に従って私たちを清め、キリストにある品位を与えてくださいますようにお願いをいたします。さまざまな困難が起こっているこの世の中にあって、どうぞキリストの香りを放つ生き方ができますように。特別にコロナの問題の中で感染の苦しみにある方々、またさまざまな事情の中で仕事や生活の困難を覚えている方々が、どうぞ守られますようにお願いをいたします。私たちにキリストにある品位を与えてくださるお恵みを今日も感謝して生きることができますように、救い主によってお祈りいたします。アーメン。